主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき第51回です。51、はい、はい、さあ、みなずきさん、これ、うん、見てください。すごいね。はい、おもれきのグッズを作っちゃいました。おお、はい、缶バッジですね。そうですね。で、おもれきのあのいつも使ってるアートワーク、ん、こたつで喋ってるパソコンのやつね。はい、ホームページの、うん、はいはいはいの、それで、なんていうの、それを使った缶バッジです。いや、すごいじゃないですか。はい、金かかったんでしょう。いや、まあちょっとちょっとかかりましたが、作ってみました。で、まあ僕らもちょっとこれをカバンとかにくっつけて、ああ、宣伝、ね、はい、宣伝です。うん、宣伝でちょっとうろちょろとしてもらいたいと思うんですが、リスナーの皆様にもですね、うん、今回プレゼントしようと思います。太っ腹ですね。で、欲しい方はメッセージとともに、ちょっと連絡先を、宛先ね、宛先を、はいはい、書いていただいて、その方には一つ郵送します。数は無制限、無制限、ね、何名様、とりあえず50。はい、すげえな。はい、です。で、まだちょっとどんなものか、物とかは画像を、ああ、そうですね、ね、ツイッターと、うん、ツイッターに流そうかなと思っております。で、はい、個人的に交流のあるポッドキャスターの方とかはまたお会いした時に、うん、ちょっと差し上げるようにちょっと残してあります。はい、まあ、なくなるまで誰もいらないって言ったらありえるんだよね。僕もう一個別の番組やってて、もう一個の方も缶バッジ作ったんだけど、うん、何にも減らないの。半年に一人ペースで、その別の番組もね、50回記念で作ったんだけど、うん、減らないまんま100回を迎えそうになって、で、100回記念で何か作ろうかって言ってるの。じゃ、それも一緒に差し上げたら。いや、これはこれで聞いてくださってる方用で、おもれきはおもれきで、そうですね。で、まあ、今回 はやっと50回いけたという、まあ、僕たちの疲労もあって、ねぎらいもあって作ってみましたが、まあ、今後はですね、感謝の気持ちとね、感謝の、今回は感謝の気持ち、うん、まだ以後調子づいて作るときは物販おっとして、で、それでたまったらどっか取材旅行とか、ああ、はあ、行けたらいいよねと大胆ですね。はい、まあ、今回はプレゼントということで、ね、うん、しますので、欲しい方はご一報ください。はい、はい、さあ、もう夏休みも終わりのシーズンになっておりますが、みなずきさんはどっか夏休みは旅行行ったりとかしたの？いや、いろいろ行きましたよ。あ、そうなの？どこ？なんか広島、松山。また松山行ったの？松山好きなんで。あ、はい、何？乃木子さんに会いに行ったの？ああ、そうか。あ、ご挨拶すればよかったね。あら、乃木子さんキーって言ってますよ。いやいやいや、酔っ払ってましたね。あ、じゃあ何、広島、福山、え、船で、広島から船で、フェリーで、うん、フェリー、船、高速船、高速船、まあ、今そういうなんかこうね、一筆の切符があるんです。あ、そうなんですか。うん、で、広島で平和を祈ってきたの？まあ、ちょうどそんな時期でしたしね。まあまあ、ちらっと前に祈ってはいないですけど、サクッと、はい、で、松山に渡って、愛媛に渡って、そう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 、
ね、なんですあのなんか愛媛県ってなんか焼き鳥なんかああそうそう今治ね今治ですか、ね、あれ今治僕はあの道後温泉の横の、うん、なんかその地元の、うん、なんか郷土料理の食べれるような地ビールとああ本館の横ね、うん、ありますねでそこでその今治のその焼き鳥川焼きの、うん、あれ食べてうまいよねって言ってあ本当にで、うん、連れと友達と旅行に行って、うん、それだけで3回くらいおかわりしたのよあそう、うん、でそれもうちょっと若かった時だったんで、うん、で再び松山行った時に、うん、あれ食べたいよねって言って行ったの、うん、その時はちょっと年取ったんでああ濃い悲しいお知らせよね、うん、2回も3回もよく前はおかわりできたなって1回でいっぱいいっぱい1回、うん、でもあれとご飯とあご飯ビールがあったらもういいねってご飯とビール飲むのうん、だって僕まんじゅうとビールでも OK だもん気持ち悪いなんで何でも入ればいいのでねまあそうですかうん、うん、いいな広島行ってみたいな行ったことないでありますよ ありますけど、うんうん、親しく行ってないのでああ、うん、まあまあ学生の時に行っただけかなうんなんで広島、うん、原爆ドームとかちょっと改めて見てみたいしあやっぱ自分も結構久しぶり学生以来かな今年って、うん、なんかほらちょうど8月は終戦関係で、うん、なんかドキュメント番組とかなんかそういうので NHK スペシャルみたいなのでさ、うん、戦争もちょうどこの時期8月ってやるじゃないですかやりますね今年原爆もの多くないですそう？うん、偶然なのかな。僕なんか聞いてたねラジオ番組も、うん、なんかその被爆体験の話被爆体験者経験者の人のなんかインタビューとかそんなの何回か聞いたし、うん、でなんかちょっとまだ 見てないんだけど、うん、その原爆が爆発して爆風が飛んでくるじゃないですか。爆風は飛ばないですけど、ね、爆風が風が来るの衝撃波のなんか威力を検証したなんかドキュメントをやっててとかなんかあったんでなんか、ほらちょうど切りのいい来年が切りのいい年ですね今年戦後69年 で、ね、で来年が70年でなんかあとなんか平和的今年あれでしょなんかあれの方が多くない第一次世界大戦が今年開戦100周年 で、まあそうだよね、うちらでしかも8月じゃんあれも開戦のも8月開戦が開戦が、うん、だから今結構戦争ものと言いながら第一次大戦のやつとか結構やってるよ BS ってなんかいっぱいやってる、ね、BS やってるやつですねあれうち BS 見れないの、うん、ビデオ撮ったのもある本当また今度見せて、はいはいうん、なんかまあちょっと戦争の時期なんで8月といえば、まあ、8月はそういうシーズンですよね、うん、はい、うん、もうおもれきはずもうちょっと前に対戦ものとかあのじいちゃんの戦争体験の話とかでもうやったので今年はタイムリーじゃない、ね、うんしませんじゃあ何をするの今日はねゾウさんの話をしようと思って全然関係ないじゃん、うんでもほらやっぱ日本も動物いっぱいいるのでちょっと動物絡みのこう夏休みほら動物園行ってゾウを見ようじゃないほうニャンがゾウさんって見たことあるありますよまあまあ動物園でですけどね、うん、僕も見たことあるんですけどもちろん野生じゃないよ野生じゃないね、うん、で日本史に出てくるゾウさんといえば、うんナウマンゾウですよ。見たことある？ナウマンゾウ？うん。骨はあるね。骨の化石か。ああ化石。うん。どこで？どこで見られるの？僕見たことあるの。どっかの博物館、野尻湖の博物館とか。ああ野尻湖は行ったことない。うん、で、その日本史的にはナウマンゾウっていうのが、はいはい、やっぱとてもポピュラーな。うん、多分。一番最初に覚える言葉じゃない日本史の勉強してあまあでしょうね旧石器時代の、うんうん、まだ縄文時代とかにもなる前だから、はい、なんか小学生の時にこうで5、6年ぐらいになると日本史の勉強が入ってくるじゃないですか、うん、でその時にこう、まあ、
僕が習ったのを覚えてるのが、なんか日本のあけぼのっていう最初のセクション で、 そうです、ね、何 あけぼのってそもそも何ってこう言葉自体なんかかまぼこ屋みたいな名前ですよね。よくわからんなんですが、まあまあ、そのでそこで初めてこうナウマンゾーっていうのをこう覚えたんですけれども、言葉を、はいはいはい、でまあ、日本にはですね、原始時代ですね、うん、こうゾウさんっていうのがいたと、日本にもゾウさんがいたんだよっていう話なんですが、うん、あのナウマンゾーっていうのは約2万年から1万5000年ぐらい前 に、うん、絶滅した動物なんですよ。ほう。で、このまずナウマンゾウを触れる前に、うん、ナウマンゾウより前にも日本にはゾウさんがいたんですよ、うんうんうん、ちょっとそこをまず紹介しようと思います、うん、で、そもそもゾウさん自体は6000万年ぐらい前にアメリカ大陸で、出現した動物で、アフリカね、アフリカ、うん、で2800万年前にアフリカ大陸を出て、まあ、ユーラシア大陸に各地にこう、うん、散らばっていくわけで、でね、あの僕は三重県出身じゃないですか。はい、で三重県にね、うん、あのであの三重県にね、三重象っていう象の骨が出てきたんですよね、うん、これはね約400万年前に九州から関東地方にかけて生息した古代の象さんです、うん、でまああのナウマンゾウとつながりがあるかはまだちょっとよくわかんないですけども、で、大正7年、1918年に、三重県でゾウさんの臼歯、歯だね、はあ、歯が出てきて、うん、で、三重県で見つかったから三重ゾウというわけなんですね。うん、で、三重県のね、博物館に、この三重ゾウの全身骨骨格の化石は全身は見つかってないんで、その推測でこんな一部が出て、そうそうそう、残りは、まあそのね、推測でこんなもんだろうって言って作った全身骨格のなんていうの、オブジェ、オブジェ、まあまあまあ展示だよね、うん、はあるんですよ。へで、この間見てきましたね、そうですか。三重県総合博物館っていうのが2014年にオープンして、日本各地、最近じゃん。そうですよ。どこですか。津、三重県津ですね。津駅から歩いて15分20分ぐらい。県庁のなんか向こうの辺に。うん、県庁。レゴ市置いてあるとかあるでしょ。はいはいはい、はい。あの辺。あれのもっと向こう。あそこなんか昔しょぼい博物館あったの。うん、そこに古いのがあって、うん、本当に。なんちゅうの、戦前の博物館みたいなのがあって、 そう、それがもう老朽化しすぎて、新しいのができた、新しいのがちょっと外れに作ったんですよ。あ、そう。で、そこつ、あの総合文化会館っていう三重県の、まあ、コンサートとかするような施設あったり、県立博、いや県立図書館があったりするようなとこの駐車場を潰して作ったの。ああ、そう。土地がなかったんですよ。で、そこで作ろうとしたら、そこにもね、三重像の足の、あ、足跡の、あれ化石なの、足跡って。ああ、建設現場か。うん、出てきて、うん、もうここに、ここに作んなきゃって感じで、そうですね。作ったんですよ。へえ、うん。で、あの、そこにも全身骨格の標本、あれ、まあ、オブジェが。まあまあね、あるわけですね、うん、で、他にもですね、この三重象は、まあ、400万年ぐらい前に生息していた、うん、400万年前ってどんな時代？氷河期じゃない？氷河期なんですか、うんうん、で、もうちょっとこっちの時代になってくると250万年から100万年前に生息し、日本に生息していたのが
あけぼの像っていうのがあって、これはね、高画像の小型版。黄河ってあの中国にあるあの楊子江黄河のあの黄河川の名前、忍者の方じゃなくて、うん、はあはあ、で中国に黄河像っていう、うん、大きな像さんがいたのよ、うん、でこれ全身骨格 の、うん、あの模型を見たんだけどすごくでかいの、お、なんだろう、高さね、うん、2階建てぐらい、へえ、だから3、4メーター、4、5メーターあるのかな、高さだけで。それが高画像。高画像の小型版なんだ、うん、それをギュッてなったわけ。うん、ちょっとちっちゃくしたのが日本にいたのが、あけぼの像らしい。へえ。だから大陸には大きいのがいて、まあ、端っこはちっちゃい子だったのかな。あ、見たことあるんだよ、その、なんかね。どこで？博物館でなんか企画展で、はあはあ、ゾウのことしかやらない企画展があってでその高画像の全身骨格はもうでかっ、普通 の、 あの展示室に入んなかったんでしょうね、その辺なん今のゾウさんよりも大きい、大きい、一回りも二回りも、多分イメージしてもらうのはヤッターマンに出てくるヤッター像をイメージしてもらったら、うん、分かりにくい何でかいよ、えタンクローリーぐらいあるの、横が、横はね長くなるけど、お、どれ、コンテナ、コンテナの大きさの家1軒分ぐらい、あ、本当に2階ぐらい、2階ぐらいまで行く、うん、うん、それぐらい大きいです、大きかったです、はい、で、このあけぼの像はですね、うん、1954年に三重県のいなべ郡藤原町ってところで見つかったり、うん、あと1993年に滋賀県犬神郡多賀町、うん、でほぼ完全な形の全身骨格化石が発見されているそうです。あけぼの像。で、この間、僕ちょっと奈良県の、あの、藤原京を見に行ったよって、ああ、おっしゃってたね。話をして、その近くの、国立、あれ、研究所？柏原。あ、柏原考古学研究所。はい、うん。そこにもちょっと足運んで、はい。なんか見てたんです。で、そこによるとですね、150万年前から40万年前ぐらいまで、シガゾウっていう、うん、あの、ゾウさんがいたそうです。うん、で、これはマンモスの仲間だそうです。うん、うん、はい。まあ、こんだけナウマンゾウに至る前までに、まあ、何種類かはいたみたいですね。へ、うん、でナウマンゾウというのは、65万年から42万年前頃にはもうすでに出現していて、うん、で2万から1万5000万1万5000年前ぐらいには、まあ、まではいたんだろうというのは分かっているゾウさんです。うーん、でナウマンゾウは、高さが 2、3メートルぐらい、アジアゾウよりちょっと小型な動物だそうですね。うん、で、これナウマンゾウと同じ時代にマンモスもいたわけでしょ？うん、マンモスはこうあれじゃん、北方系のあれだから生息域が違うんじゃない？北の方からマンモスが、だから北海道とかでよく出るよね。で、ナウマンゾウは南から朝鮮半島が立って、九州近畿も出るし、まあ、それこそ長野県とかね、野尻湖なんかでも有名だよね。うん、暖かい系なんじゃない？だから元がタイプが違うんね。もじゃもじゃじゃん、うん、マンモスって。マンモス見たことある？いやないけど。僕あるよ。あ、あのあれ？あの肉のついた。シベリアから見つかったってやつ。そう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 、あの、で、あのユカギルマンモス見た。何それ？あの愛知万博。
で、なんかやってたね。あの冷凍なんか本当に肉もついた、はい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 、そう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 、あのあれ愛知万博の一つの売りの、あ、そうなの、うん、うち何回見ただろう、あれ愛知万博6回行ってあ、そう、多分4回ぐらい見てて、で万博終わった後ちょっと日本中うろうろしてたのよ、うん、やってたね。であれでもう1回見に行った万博終わった後1年ぶりぐらいに。ゾウ好きなの。いやーでも、ま、でもマンモスってさ、うん、いろんなところに出てくるじゃん。なんかギャートルズでさ、うん、狩りであのマンモス買ってご飯食べてるじゃん、はいはいはい、食べるね。で筋肉マンにもマンモスマンって出てくる。ありましたね。強いんだよパオーンって言ってあれどうやったら生まれてくるんだろうね、ああいう超人ってね。だからマンモスってなんかとってもポピュラーな古代生物じゃん、まあまあ原始時代って感じだよね、うんうん、一方ナウマンゾウはそう思うとマンモスマン出てきてるけどナウマンマンは出てこないよね。あんまり強そうじゃないじゃん。まあ意識的には同じ範疇なんじゃないの。うん、区別つかない、うん、どうしてもマンモスの方が人気がある。マンモスがまあまあ古代のゾウの代名詞みたいな感じで。ですよね、うん、でこのナウマンゾウは明治時代初期に横須賀で発見された、うん、ドイツのお雇い外国人ハインリッヒ・エドムント・ナウマン。ああそうだねナウマンさんが見つけたからナウマン像ですよね。ですよね、うん、でこの人は偉い人なの。ナウマン博士はなんだっけ、地質学かなんかの先生だよね。東大の、あ、まあまあ東大になる前けど、東京、うん、東京当時の東京帝国大学、うん、地質学教室の初代教授によって研究報告されて、うん、大正10年1921年には浜名湖北岸、うん、遠江敷地郡、うん、伊佐美村、うん、今の浜松市西区佐浜町の工事現場で、うん、キワとか臼歯とか顎の骨が、うん、骨格が、あ、化石が出てきた、はいはいはい、というところですね。で、ナルバダゾの亜種であるっていうのが分かったの。ああ、後でね。うん、まあ。後に、あ、そっか。だから、まあ、大正13年にナルマンゾウって名前になった。あ、後でつけたんだね。うん。うん、で、戦後、1962年から65年までに、うん、長野県野尻湖で実施された発掘調査で、大量のナルマンゾウの化石が見つかった。はいはいはい。で、ナルマンゾウは熱帯性の動物で毛を持たないと考えられていたが、うん、やや寒冷な気候のところにもいたことが分かった、うん、これで。そうだよね。野尻湖って長野のどの辺なんですか。どの辺、うーん、どっちかな。飯山とかあっちの方じゃなかったっけ。飯山うん、新潟より。あ、新潟よりですか、うん、寒いね、うん。で、昭和51年には東京の、新宿線浜町駅付近の浜町駅付近の工事中に、3体のナウマンゾウの骨が出てきた。へ、1万5000年前の地層だそうですね。うーん、で東京都内だけでも田端駅、日本銀行本店、明治神宮駅前など20カ所以上で発見されている。へー。で北海道にもいたことが分かっている。うんうんうん、これな、北海道湧別町東馬楼、はあ、馬楼ってスーパーの名前関係ない。ああ、いますねの、林道沿いの沢で見つかった。へ、北海道ではマンモスは6万から4万年前に、
ナウマンゾウは12万年前に生息していたと考えられていたんだっけ、考えられていたので約3万5000年前のマンモスの旧死化石であろうと発表されたが、よくよく調べてみるとナウマンゾウだった。あ、北海道にもナウマンゾウがいるのか、いたのが分かったんだよね。マンモスの骨だと思ってたんだけど、ナウマンゾウだったってことなんでしょうね。で、本当に至る所に出てくるね、これ見てる。千葉県印旛村、うん、印旛村、はい、今の印西市、印西市、うん、はい、北海道の中類村、よく分かってね、うん、からも、骨格化石が発掘されているほか、各地から見つかっている。あ、で、野尻湖畔からはナウマンゾウ、矢部大角鹿の化石とともに、旧石器時代の石器や骨器、うん、骨で作った道具だね、そうですね、が見つかっていて、ナウマンゾウは当時の人類の狩猟の対象であったんじゃないかなと、うん、で2万年前頃には絶滅されたとしています、されていますということですね。うじゃうじゃいるの、いたのかな、あれだよね。だから要するに、まあ、サクッと今読んでるけど、実はタイムのスパンが満単位なんだから、うん、ものすごい長い時間の間で、寒い時期はこう結構北のやつがこう下がってきたり、で、まあ、ちょっと暖かい時期だとこのナウマンゾウが北海道あたりまで行ったって感じなのかね。でこうね、こうそういうせめぎ合いの中でっていう感じなのかね。そうだよね、うん、でマンモスは冷たい方がいいんだもんね、まあ、基本的にそうだよね、北方系 でナウマンゾウは毛がないから、まあまあ比較的温暖な、温暖っていうか。ゾウさん触ったことってある？いやね、標本は触ったことあるけど、なんかね、ゾウ側のゾウさんの革でできた、あ、やっぱ革細工ってありますね、あるんだよね、うん、うん、友達がなんかゾウ側の財布持ってたな。うーん、さ、ナウマンゾウなどの大型の動物の骨、歯や骨の化石っていうのは、まあ、あちこちで出てくるわけで、これを竜骨と呼んで、うんうんうん、古くから薬として用いられてたそうです。うん、で正倉院に、五色粒子、5つの色のドラゴンの歯、うんうんうん、と呼ばれるナウマンゾウの臼歯の化石が保存されているそうです。ああ、漢方薬としてね。うん、それってゾウさんの骨って分かってて飲んでたの？いや、だから竜骨でしょ。まあなんか、もう全部どうもいろいろその恐竜なんかも込みでやってたみたいですよ。ああ、なんだっけ、あの北京原人ってなんか元々あれなんでしょ、漢方薬として売られてたのをなんか見つけて、でこれどっから探してきたんだって言ったら、なんか洞窟の中 で実は人骨だ、人の、骨だったみたいな。そうなの、そんな発見のされ方するの、北京原人って。で、まあその恐竜も人間、まあ、人類とかこういうゾウさんも込みで、まあ、昔いた竜の骨だからって感じで売ってたんじゃない。なんでも、うん、本当にこれ鎮痛剤とかで効くの？いやー、どうなんでしょう、科学的にどうなんですかね。何でも漢方薬にするよね。ああ、そうですね、漢方薬ってさ、うん、あの僕のおじさんは薬剤師なんだけど。あ、そうなの。うん、へー、あのおばさんの旦那さんなんだけど、うん、血はつながってないんだけど、あの漢方薬局屋やってんのよ。へー、で、あの変なのいっぱいあるよ。ああ、いろいろあるね、名前、うん、産地もすごいもんね、世界中いろんなとこからね、うん、あのコウモリの糞もなんか漢方薬みたいで。ああ、そう、うん、いらねえっていうのが幼心に聞こえてるね。このゾウさんね、なんちゅうの、ほら犬、まあ、最近はさ、野良犬とか野良猫とか、野良猫見るかな、うん、野良犬とか見なくなったけどさ、なんか
構うじゃうじゃとその生息地に行くと日本このナウマンゾウとかってうじゃうじゃいたもんなのかな。どういうこと？生息地ほら、まあ、北海道にしようがさ、あ当時ってこと？当時こうあほらなんていうの鹿とかさちらほら見るじゃん山行くとっていうなまばらな感覚な感じなんだろうか。それともサバンナみたいに行くとさ動物王国みたいにさうようよと いたもんなのかしらね。まあ、これだけの時代の幅と広がりの中で、まあ、1箇所で3体とか見つかるってことはやっぱそれなりの密度だったんじゃないの。でそこにこう人間もいてタヌキもいて、まあそうですね、ウサギもいてなんかパラダイスみたいな。タヌキとかまだいないんじゃない。いないんですか、うん、で要するに寒い氷河期だからこういう大型の哺乳類がいてやがて暖かくなってきてこういう大型が滅びた後にそのいわゆる今見るような小型の哺乳類が生まれて縄文時代になるっていう。あそうだ、ね、なんか僕の中のイメージは山里みたいな外れのなんか沼地に沼地とかの雑木林とかにゾウさんがパオーンって言いながらウサギがピョンピョンとかさタヌキがポコポコとかなんかほのぼのとしただって基本氷河期だから基本的には荒涼としてんじゃない。そうなのか、うん、火山活動も結構活発でじゃあ雑木林がとかそんな世界じゃない。で植物もだからあれなんじゃないこう限られてるね針葉樹とか寒いとこの木で。そうなの。じゃあリスがどんぐりを拾っていない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 全然僕がイメージっていうそれはだから縄文以降でしょ、うん、ああそっか。そうだね、うん、考えてみたらそうだね、うん、じゃあ僕の幻想の中のそうですね世界パラダイス。なんかうんなんかほら原始人がさ毛皮みたいなあの何あの毛皮のなんか服着て子供たちがわーとかドラえもんとか見ててもなんかそんな感じじゃない。それこそ俺じゃんギャートルズなんかまさにあの火山がガーってあってう、ね、こう暴涼とした何もないよ、ね、のっぱらの中でっていうのがまあ近いんじゃないですか。そうか、うん、そう言われなそうだね、うん、こうやって整理するとすごい僕はむちゃくちゃなことを頭の中でファンタジー作ってたんですね。なるほどね。これ野尻湖に行くとそのゾウさんの博物館があるんですか。ああなんか小さい博物館がありましたね、うん、よかったら皆さんナウマンゾウに会いに行ってください。結構ね地元の郷土資料館とかにもあるんじゃないですか。各地で出てますからね。いや僕の地元の三重県は三重ゾウしかいないのでそうなの三重ゾウ推しなんです。三重ゾウ推しか三重ゾウ推しなんです。これはじゃあちょっと前のゾウだね、うん、そう先輩のゾウさんだね。すごい最近はなんか教科書なんかにも出てるって話ですね。このステゴゾンとか東洋ゾウっていう名前で要するにこのマンモスナウマンゾウより前その前段のゾウさんがいたっていうのも。あ本当？うん新しい教科書には出てるって話ですよ。ちょっとセンター試験に出そうかな。どうかな。まだその辺まで認知度は得てないのかな。まあ、2,3 年後には出るかもね。あ、うん、そうなんです。なんでその辺をこう扱うの。どうなんでしょうね。なんかネタがなくなってきた。いやそれはこの辺の研究してる人にすればいつまでもこんな古い表現じゃって話なんだよ。ああそうかちょっと そうだよね。いろいろ研究して出てきて日本の歴史のさらに古いのがことが分かってきたってことでは最初の2ページぐらいで400万年ぐらいやってあと残り2万年ぐらいを700ページぐらいであるわけですからその2ページにできるだけ入れたいんじゃないですか。でもそうだよね。だってどうやって日本列島ができたって数行しかならないじゃん。そうですね、でよく地図とか絵で見るじゃんか。そうそうそう。その氷河期の頃はこの辺も陸地だったかよ。ね、海面が低くで陸地でそうそうそう朝鮮半島とかシベリアからこそつながっててこうそこから渡ってきたっていうのは習ったけど、うん、でもいまいちちゃんとした証拠っていうの
化石でチラッチラって出てきたのの推測の範囲なの。でもっと分かってきたからこの見え像とかも教科書で扱ってくれるようになったのかな。なんでしょうね。その辺がこうより細かい分類が出てきたのかもしれないね。何かもっと発見がいろいろあったらナウマン像のランキングが下がって見え像がトップクラスのこう教科書で扱われる時代も来るかもしれない。あ、どうなんでしょうね。まあ、教科書はやっぱり基本的に人間が絡まないといけないから、あ、まあ、その以前とやっぱりちょっと違うんだよね。やっぱりナウマン像とかマンモスを追っかけて日本、まあ、日本列島に人間が渡ってきたっていうのが、まあ、日本の歴史的にはね、始まりでしょうから。そうするとやっぱ数万年前、まあ、この辺でしょうね、歴史として扱うのは。そうだね。その辺はあのドラえもん、のび太の日本誕生って映画あったの。ああ、ありますね。あれも数万年前の話だもんね。あ、そうなの。確かちょっといきなり思い出して喋ってたからあれですけど、まあ人類自体があのグレートジャーニーを始めたのが一番最初ってなっちゃうもんね。まあまあね、そこはもう日本史じゃないし、うん、ね、世界史ですよね。はい、ゾウさんね、うん、結構ミエゾウ、アケボノゾウ、ナウマンゾウ、うん、ね、こう日本原始のゾウさん三重史、ほうね、これぐらいはちょっと抑えておきましょう。はいはいはい、ゾウさんでした。はい、お便りいきますよ。ほう、はい、ちょっと2通ぐらい今日はちょっと読んでいきますね。はい、ミスティさんからいただいております。ミスティさん。はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。こんにちは。ミスティと申します。初めてメールをさせていただきます。ケリーさん、先日は当方のお店にご来店いただきありがとうございました。うん、というのは、ミスティさんは、ラジアというポッドキャスト番組をやってます。牛丼屋さん、はい、はい、で先日ちょっと招待されて番組出させてもらいまして、お、ラジア第22回に、ケリーさんが出ております。はい、うん、で、あそこあのラジアさんはお店っていう形式で番組が、ね、はい、なってますので、はい、で、お店では大河ドラマをテーマに話していただきましたが、とても楽しいトークができたと思っています。うん、また大河ドラマについて取り上げてみようと思っていますので、またぜひいらしてください。水月さんもお待ちしておりますということですね。うん、さて、今回は、おすすめの歴史漫画、歴史小説についてメールさせていただきます。うん、私のおすすめ歴史小説として、うん、高橋克彦さんの陸奥三部作、うん、穂村立つ、うん、これ、花音？音かな。火の音量って書いて、火の音量の音ですね。うん、花音、火音。あと天をつくと、うん、これらの続編の風の陣の4つを挙げさせていただきます、うん、これらはすべて今の岩手県近辺の東北地方を中心に取り上げた話で、うん、古代蝦夷の時代から奥州藤原氏、そして戦国時代の南部家の家臣である九戸正実を、うんが取り上げられています。どれも巨大な中央勢力に立ち向かう東北人たちの話となっており、戦闘シーンは痛快の一言。各作品ごとの大一番となる戦いは特に迫力があります。また各作品につながりがあったり、ね、子孫が登場したりするような物語としても面白いです。うん、だからつながってんだろうね、これ。うんうんうん、で話題、ごめんなさい、未読の場合はぜひ、ご一読ください。なおこれらの作品以外にも高橋克彦氏の作品は龍の棺桶、うん、や棺ですかね、うん、棺桶の棺、龍の棺や時宗など話題作が多くおすすめです、うん、
個人的には龍の勘は歴史ミステリープラス SF ファンタジープラスタイムトラベルプラス霊、幽霊の霊ですね、うん、とむちゃくちゃな話ですが、とても面白かったです、うんうんうん、長文失礼いたしました。これからも面白い歴史の話を聞けるのを楽しみにしております、はい、ということですね。はい、追伸、サイト、おもれきのサイトにラジアのリンクを貼っていただきありがとうございます。うん、そうですね。うちのブログからもラジアに飛べますので、はい。ね。はい。で、ラジアの方にもおもれきのリンクを貼っていただいておりますので、うん、ね。また、そっちもチェックしてください。はい。はい、ミスティさんありがとうございます。ありがとうございます。ミスティさん、店長をやってるんですね。ラジアという番組で、ね。あの声の方が、あるのね、うん。そうなの。うん、あの ですね。あのね、すごいなんか色白の醤油顔のお兄さんで、うん、サンサムな店長、お色男、うんうん、ですね。はい、九州もの、九州ごめんなさい、東北ものの小説ですね。うん、穂村達ってあれだよね、あの大河ドラマになったやつですね。うん、三部作の一つなんだね。うん、知らないな。やっぱ僕はちょっと東北ってあんまり縁がないから、その歴史、日本史で出てくるなんかこととかぐらいしか知らないけど、あまりその南部藩とかわからないんだよね。蝦夷の末裔なんでしょうね、みんな穂村達からの流れで。あだって奥州藤原氏の前3年、5億年、うん、前9年、5、3年だっけ、前9年、5、3年、あの辺とかも結局蝦夷氏の話でしょ。そうですね、うん、で、うん、安藤氏ね、なんかその辺はね、うん、安藤氏ってもうちょっとだけ知ってんの、うん、漫画であったからですね。またちょっとチェックしてみましょう。はい、はい、ミスティ店長ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、もう一ついきますね。おギノさんおからいただきました。はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。うん、ケリーさんが iTunes レビューで批判されていたことをお話しされておられましたが、僕も鳥かご放送に出演した時は iTunes レビューで非難され山本さんからは見る必要ないと言っていただきましたが、気になって見てしまい、半年ぐらいへこみました。まあちょっと僕、愚痴をね、きついこと書かれて、ぐちぐちちょっと言っちゃったことに対してね、ああ、以前ね、うん、コメントをいただいたんですが、鳥かご放送っていうのが、海外旅行を、はあ、していた方、山本さんというパーソナリティの方がやっている本当ポッドキャストの老舗の有名な番組なんです。ああ、そうです。で、ギノさんはそこにゲストで出てて、うん、坂本龍馬の話をたくさんして、ギノさんはね、坂本龍馬マニア。あ、そうです。うん、すんごい方っていうのは僕も聞いたんです、うん、でそれなんかきついこと書かれたみたいね。で、まあね、半年ぐらいへこんだんだって。どうしよう、僕2日ぐらいだったんだけど、へこんでるのね。いいんじゃないの。ね、半年もへこむってすごい。ご苦労様でした、銀野さん。うん、はい、でも、続き読みますね。でも今は自分はそれなりにビッグなラジオ番組に出演したんだ、非難されるということは内容をしっかり聞いてくれていることなんだ、それはとてもありがたいことなんだと受け止めることができるようになりました。これからもどんどんビッグになってください。応援しています。さて、のぎらひラジオを聞いてくれているということでありがとうございます。のぎらひ歴史はマイナーなので、まだまだ非難されることはありませんね。ね、もうのぎこさんは、うん、水月ファンクラブ多分第1号でしょうね。さあ、大河ドラマの主人公は、で、大河ドラマの話もしてくれてます。大河ドラマの主人公は人ではなく時代にするのも面白いかもしれません。うん、過去に、青い三代がありましたが、三代どころではなく、徳川幕府を主人公にして15代全部やるのです。う
間延びしない展開になっていいかもしれません。また毎回無理がありすぎると批判を浴びるのなら、いっそのこと明智光秀が天海和尚になる話とか、豊臣秀頼が天草四郎になる話とかも面白いかもしれません。うん、はい。まあ、大河ドラマね、まあ、どんな大河ドラマ作ってほしいというお便り、テーマがあるところにいただいたんですが、まあ、徳川江戸幕府250年。ああ、なるほどね。こうずっとやる。時代できるか。うん。でもそれってさ、フジテレビがやってたでしょ。あ、そうなんですか。あの、大奥ってドラマ、あって、はい、あの2000年代はさ、大奥第一章とかさ、ああいうふうにブツブツってぶつ切りにしてたんだけど、うん、あの1980年代にもフジテレビで大奥ってドラマやってたの、1年もので。あ、そうなんだ。であれはこの春日の局の話から、あの慶喜さんの、あの無血会場のとこまで、あ、もう1年ずっとやって、多く目線でこう、そう、徳川幕府を見ると、うん、へえ、っていうのもそういう切り口あるんですよ。うーん、だからできないことはないでしょうけど、なかなかその主人公とかが明確にならないと、まあなかなか冒険でしょうね、やっぱり主人公のキャラクターで押すっていうのが、そうそう、最近の流れなんだね。だって今やっぱ黒田官兵衛は、うん、いいじゃない、うん、なんであれやっぱ視聴率ちょっと回復してきたっていうしね、まあ今山場ですよね、うん、なんでね、まあ NHK さんが何とおっしゃるかですけど、うん、もうそんなんだったら全部日本史2000年やりゃいいじゃない。めちゃくちゃじゃん。昔さ、アニメではあったんだよね、漫画日本史って。あ、ありました、ありました、うん、見てた見てた、見てて、あれでサーカスっていう歌詞を覚えたんだけど、あー、エンディングね、グね暗い、うん、暗いというか、そうそうそう、ちょっと大人っぽい歌でしたけどね。で、まあこれもでも一つありなのかもしれないですね、うん、あとね、光秀が天海和尚になっちゃうの、こんな説があるんだ。まあそんな話もありますね。秀頼が天草四郎になる、うん、まあまあこれはどっちかっていうと映画とかにした方がいいんじゃないかな。大河で天海でってこと、うん、まあ、これだけで多分一つの話になると思うけどね。うん、まあね、でもどこまでが何て言うの、大河ドラマもどこまでファンタジー入れていいのやら、あ、分かんないけど基本ダメでしょ。でもさ、でもさ、あれでしょ、また今度さ、坂の上の雲みたいな、うん、だからスペシャル大河ドラマやるんだよね。何を、なんかファンタジー小説で、あの、あれ、あの、そう、ほら、八重さん、八重の桜の八重さんは演じていた人、誰だっけ、女優さん。ああ、なんだっけ。出てこない。あの人ね。あの人、ごめんなさい、ちょっと今出てこないけど、あの人主演で。あ、わかったわかった、はいはいはい、あ、なんだ、言ってたね。うん、なんだっけ。あの、うん、なんか知らないけど、はい、なんかファンタジーなんでしょ、精霊の守り人だっけ、なんかアニメでやってたよね昔。そうなんですか。 NHK が、なんかそんなんやるって言うんだよ、はいはいはい、あれ歴史ドラマじゃないよ、あれ別にあれ歴史じゃなきゃいけないってわけじゃないから、うんうん、でも初めてじゃない、なんて今まで大河ドラマ系ってさ全部歴史で、あれ大河の枠じゃないでしょ。でもあの坂の上の雲の枠をまた作るわけよ、うん、枠っていうか、うん、だから、まあれは別に何のあれもないじゃん、その縛りは何やったって言ったの、ね、もうさ、そんなんだったらもうちょっとさ、そんなファンタジー小説やるんだったらもっとちょっと使いにくいようなテーマの歴史もの扱ってほしいじゃん。それはまあまた違う、まあ、また賛否両論とかな。はい、ニノさん、お便りありがとうございました。はい、番組からのお知らせです。はい、大間歴ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマは、あの時代に行ってみたい、あの人に会ってみたい、うん、おすすめの歴史漫画、歴史小説、うん、大河ドラマの思い出、大河ドラマで取り扱ってほしい人物やテーマ、うん、おすすめの日本の城、戦争の体験談を募集しております、はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。はい、それではまた次回お会いしましょう。はい、はい、さよなら。さよなら。